文長名、文長名、文長名、男性、生下六年十一月六日、四百七十年十一月二十八日、火三十八年二月二十日、五百五十九年三月二十八日は、中国秋夜中期に活躍した文人である。師匠がに匠で、三節と称され、とりわけ画においては暮れ葉文人画の領収である、陳甘根の後を受け継ぎ、陳甘根、 とうとら、旧栄と共に秋を四大家に加えられた。長す県、チャンス省蘇州市の人。陽明を壁、または壁、字を丁名としたが、名前のようになってしまったので、印中と改めた。鉱山、鉱山巨子、定雲生と鉱使、文鉱山と呼ばれることも多く、また漢名から、文町御琴のりとも称された。 南宋松の中心である文天祥を嘘に持つ名門の出身で、父の文林は真摯に旧大して、文州府、現在の石膏省英科圏の知事まで上った。文長名は、幼少の頃、発育が悪く、言葉が遅れており理髪でなかったが、父文林は我が子が万世であることを見抜き教育に力を注いだ。文林は、その高潔な人柄から人望が高く、祖宗の芸園に、 多くの友人を持っていた。このため文長名はこの父の友人を主とすることができた。古文は、五広氏に、川、陳天音、蝶、利用さに学んだが、いずれも、当時長一流の人物だった。にもかかわらず26歳の時、下境を受けたが失敗し、以後25年間もの間、挑み続けるが、ついに休大することはなかった。近現できの効かない性格であったため試験に、 必須の八個分を学ぼうとしなかったからとも言われる。文長名の青年期は同郷で、年齢も近い唐ト虎トや宿院名らと、文雅な交友が知られる。この頃は天才型の彼らの中にあって、彼の芸術は二番手に甘んじていた。それでも徐々に、師匠がで名声を博すと、五十五歳にして縁故により、管理員町美子とのりに推薦され、武装実力の編集に携わった。 しかし、暗愚な皇帝と腐敗した、政治、寛解からの排斥などが重なり、嫌気がさして57歳の時に致死して帰京してしまう。蘇州では、玉金三宝を築き陰逸、王朝、戦国、陸士道、人道また、王国省、法年、周天宮らと、盛んに交友し、文芸三昧にふける。以降、長寿を全うする30年間を、 祖州芸園の重鎮として幸福な人生を送る。知人の墓悲鳴を記号し書き終わらないうちに筆を置き、短座したまま安らかに出資したという。送り名は、帝根先生。去年九十。文史の家系には文芸に秀でたものが多く排出され、特にこれを、文派という。この文、法、文化、老いの文白人、名の文大孫の文も徒発、文、法の子。 文元義、文化の子、孫娘の文英、創尊の文信武氏、文元初の子、文信通る、文元初の子、文重官、文元義の子、さらに子孫の文、文重官の子、文はじめ、文重官の娘、文、文の子、文友らである。また文下には、王朝、鎮圧し、巨節などが育った。著述に、古伝集があり、文の代表作に、 氏が挙げられる。文長名は高潔温順な人柄で、ともすれば、堅物とさえ伝えられる。友人の唐虎らは彼を誘って、石子に船遊びに出かけたが、途中文長名を驚かそうと隠していたゲーギが、現れると彼はたまらず逃げ出そうし、ついに船を戻したという。また文人として、教授を貫き、王公貴族、双藩や官官、それらにおもねって、利益を貪さぼる者。 中期、外国人には決して書画を売らなかった。一方、貧しい者が彼の贋作を作成して売ってもそのものが救済されるならば構わないと容認していたという。唐うとは、そばにいるだけで心が洗われると実戒している。文長名は徹底した努力を積み重ねることによって、才能を得た万世型の人であった。書においても若い頃は下手だったようでこれに強く、発奮して、 国医林学失意に必要を得ることができたという、独創性や強い個性を見出すことはできないが、個人の伝統を集約し禁言にして聖地であり、時に豪快な書風と言える。はじめは、祖職や皇帝権、米仏を臨もしたが後に、神道を手本とし、紹介は王儀師、霊書は商用に、司法した。高齢になってもその紹介はますます禁言聖地さを、増した。 またその行書と草書は、修辞聖教授に学び極めて流麗であった。晩年になって、皇帝権に影響をされ豪快な大技を書いた。自ら法上を編集し、この文、法、文からの協力を得て、定具も館長を観光している。位名、王朝と共に、五中の三大化とされ、民発から停滞気味の初段に新風を吹き込み、当時、 天下の宝書は皆五十にキスと言わしめた。しかし彼の死後、蘇州の書は文朝名一式となってしまい、その後の停滞を招くことになる。江戸時代中頃、文朝名の書は法上などを通じて日本に紹介され、民末の陶器書と共に、当時の日本の書家に大きな影響を及ぼしている。特に、細い光沢や超陶祭などは文朝名に影響され、 唐ら用の書を確立している。古書画に学び、古くは、東大の各広史や、離島から、現代の超毛布や、元松四大化に、資法している。山水、火器、乱竹人物など作域が広い。山水画は主に、超毛布、クレジンを模範とする。生命祭地でありながら、時に、大胆な画風は、荒の分、祭の分と呼称された。 文教名の画法を学ぼうと更新が後を絶たず、後には呉れ派の代表とされた。裁判年になっても、画の完成度は、衰えるどころかなお一層、金祭にして天画であった。宿衣名、唐虎、女佐田京羅と、五中の四祭子と称用され、その画を求めて門前にシャバが並んだという。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。